フガニスタンで1年前の今日、日本人が殺害されました。 NGO のメンバーだった伊藤和也さんです。伊藤さんの思いを受け継ぎ、今も活動を続けている若者がいます。今月23日、伊藤和也さんの実家がある静岡県掛川市で一周忌の法要が営まれました。伊藤さんは日本の NGO ペシャワール会のメンバーとしてアフガニスタンで5年間農業支援を行っていました。干ばつで荒れた土地で農業ができるようにしたい、用水路を作って水を確保したり、米やさつまいもなどの栽培方法を指導したりしていました。その活動の最中、武装グループに誘拐され殺害されました。31歳の若さでした。一周忌の法要で遺族に挨拶する男性、アフガニスタンで伊藤さんと一緒に活動した山口敦史さん、24歳です。まあ、いろいろアフガニスタンのこととかいろんな話をしたかったですけど、僕の中には伊藤さんの魂があるんで、大学で農業を学んだ山口さんは2年前アフガニスタンに行きました。そこで出会ったのが現地の人たちと一緒になって汗を流す伊藤さんでした。1年前現地の人たちによって運ばれた伊藤さんの遺体、山口さんは伊藤さんの死を悼む現地の人たちを目の当たりにして、伊藤さんがどれほどアフガニスタンに溶け込んでいたのか分かったと言います。まあ、彼はただアフガニスタンの人々に働きたかった、多くを語ることをせずに、後ろ姿で貫いていくみたいな。その後アフガニスタンの治安は悪化、山口さんはアフガニスタンでの活動を断念し帰国せざるを得ませんでした。山口さんは今、日本に来たアジアやアフリカの研修生に農業技術を教えています。はい、チリノウエット。 If you find some disease, you have better remove the tomato as fine as soon as possible. Otherwise, the disease expand to other tomato. 現地の人たちと一緒に働き、同じ目線に立つ支援。伊藤さんの思いを受け継いで山口さんは研修生たちと接しています。この日、山口さんは初めて研修生に伊藤さんのことを話しました。Mr. Ito was working with local people for digging this well. Mr. Ito is only one guy. He decided to work for the local people in Afghanistan. But he was killed. His death is so sad. Sometimes when I was in bed, while I ate warm dinner and I was going to sleep in hot bed, and sometimes
think. 伊藤さんを知った研修生たち。最後に山口さんは伊藤さんが撮った一枚の写真を見せました。伊藤さんたちが植えた菜の花畑、そこに込められた思いを伝えました。 Actually, this field is green manure. 子供たちの笑顔を取り戻し、次の世代の肥やしになるようにと育てた菜の花畑。Now food shortage and full of smile of children that Mr. Ito dream. That also that become my dream also. I don't give up that to make the world Mr. Ito is dreaming in Afghanistan.His dream to make a world free of hunger and full smile of children is a living dream. 山口さんはいつかアフガニスタンに戻り、緑あふれる大地を増やしたいと願っています。その思いは遠く離れた日本で今着実に育ち続けています。伊藤さんの思いはしっかり受け継がれているんですね。そうですね。そのテロが相次いでいますアフガニスタンでもですね、まあ、現地で復興支援を行うというのは現在は極めて難しいのが現状だということなんですね、まあ、しかしながらその山口さんはですね、まあ、現地に行かなくても、まあ、なんとかその伊藤さんの意思を引き継ぎたいとですね、まあ、日本で海外の研修生に農業技術を教える決意をしたということなんですね。なるほど。そうして育った人たちがいずれふるさとに帰って頑張ってくれるといいですね、うん。